やっぱこういうところ、うん、走るためになんか今豆腐がなんとかってましたよね、うん、来てると思うんで、うん、豆腐案内してあげたら喜ばれるんじゃないかな、うん、だって豆腐哲夫さんもやらないでしょ。え、私やりますよ豆腐、うん、じゃあ哲夫さんの豆腐ちょっと見せてもらいましょうか。いいっすよいいっすよ。あれあれ。こっちこっちこっちこまさか今日一日でこんなことさせられると思わなかったでしょう。かわいそうに。え？すごい経験ですよね。うん、いや、こんな経験ができると思いませんでした。母さん。痛い音が。
いや、ここ、あの、達郎さん、どうしますか？やめとく？そうだね。よし、来た。こっから気をつけてよ。一回降りてみたら？もう大丈夫だ。問題発生してるよ。これ一回下がって、うん、仕切り直してもいいかもしれない。あ、そこでもう切り返していいと思う。これでこう？うん。このぐらいで。うんうん。落ちちゃった。そういうもんですよ。でやったらね、バックで全部降りた方がいいと思う。ね。うん。一回ね。うん。鈴木さん、どうも初めまして。初めまして。今日はどうもありがとうございました。今日は一日ありがとうございました。鈴木さん、ジムに乗るきっかけは何だったんですか？月城さんの動画を見てて。それ言わせるとしてんじゃん。ありがとうございます。
鈴木さんやめた方がいいかもしれない。鈴木さん、楽しいですね。